和田豊次から1924年3月4日は、日本の明治、大正期の財界人、貴族院直選挙議員、富士盲石会社や理科学研究所など、創立に携わった会社は、数十社を超え、渋沢栄一に続く、大正時代の財界世話人として君臨した、15位、君参道随法省、蘭寿法省、武前国生まれ、中津藩氏、 和田織六の長男。はじめ川端洋坪の塾で書を学び、ついで、大久保系作りの塾で四書五教を治める。藩校、新治む館の更新校、中津市学校に入学し、村上家に帰職して、医者を目指す。上京し、小畑徳次郎の推薦で1882年に、慶応義塾へ入学。明治十七年七月に、慶応義塾を卒業して、 翌年に渡米し、海織江の商店や、浜北箱製造所で職工として働く。1891年に帰国し、日本郵船神戸支店へ入社したが、翌年退社し、三井銀行を経て、金が淵防石東京本店支配人に就任。欧州の先進技術を導入して、同社の経営を立て直し、その功績により1911年に、乱受報証を受けることになる。 1893年から1900年まで中国に漫遊し、日清戦争や両党幹部、義和団の乱を見分した。貴重後の1901年に三井家を辞職し、富士坊石に身を移し、専務取締役となった。東洋協会評議員、南谷公司相談役となり、大正元年にエジプトで行われた万国暴食連合会に、 日本国代表者として出席。1913年に東京商業会議所特別議員となり、日本工業銀行総裁を辞退、以来政府の国策政策に次々と関わるようになり、大正4年生6位、同年に明治神宮法参会理事長。大正6年日本優先取締役、東洋製鉄会社取締役、翌年日課防石会社社長。 大正8年輸出面織物連合会組長、第一生命保険会社相談役、大正9年日課実業協会副会長、大正10年工転研究所理事、同人会理事に就任し、理科学研究所創立に奔走した、大正11年貴族院直選議員、日本経済連盟会場無理事、南洋協会副会長、三島工業会社を創立し、 中国を漫遊。南満州鉄道株式会社に入り、社長に押されるも事態。大正12年には、山本内閣の下で、帝都復興審議会委員として閉され、内務省社会局参与に就任した。大正13年に多忙により健康を損ね、遺願のため創生した。のぶ1位、訓三刀髄法省。かも会を創立して、よく、中国を漫遊し、 中国と日本の間の友好と、相互的経済発展を促進したことでも知られる。ワシントン会議時を、同じくして、原高市内閣の下では、首相官邸で、話し合いが行われ、渋沢栄一以下、井上淳之介、和田、藤山ライタ、段拓馬の5人が、発起人となって、実業団を編成して、英米訪問実業団が都についた。に大きな足跡を残し、 渋沢慶三の晩酌人を務めた。渋沢栄一が財界から身を引いた後は、和田と井上淳之介の二人が財界世話役として、これを継がんとしたが、両君共に他界してからは、正解と密接に癒着して、頭角を表してきた、番長会のパトロン、合成之助がその座についた。高天高級処理事としては、国学院大学の渋谷移転に尽力。 皇天高級所、国学院大学の創立以来、高地に神殿がないことを遺憾とし、皇帝に学紙を陳祭りする神殿建立を希望してその費用1万5千円を指定寄付したが、関東大震災で着工が遅れ、1930年5月1日の陳座を目にすることなく死去した。代表的なものは、日本工業クラブ、東洋製鉄や日課防食がよく知られている。 その他にも、理科学研究所や第一生命保険、伊藤中、帝国商業銀行など、多数の設立に関与。九州水力電気創立委員長、報告銀行相談役、京王電気機動相談役、大部防石創立、王子電気相談役などを歴任して、南満州鉄道や日本工業銀行にも所属して、敏腕を振るった。ありがとうございます。